どうですか、お母さんって出られます？はい。みんこんになちは。初めての人もいるので、あ、そどうんですか。な経緯で、学会時代の若干の話も含めて、どういう経緯で召集に入ってきて、召集に入ってからまだ日がね、そんなに経ってないけども、何か感じるものあればっていう、その流れをお話ししていただければなと思います。はじめましての方もいらっしゃった。今、ちょうど、豊田さんが、妙想寺のグループ LINE にずっと動画を上げてくださってるのが、ちょっと私の、私、えっと、私が、えっと、豊田さんに、6月2日に、もう思い切ってメールさせていただいて、のいきさつの、で、それで、初日は9時間 豊田さんがもう付き合ってくださって、話をしてくださったんですけど、やっぱり豊田さんにメールをしてみようって思ったきっかけがですね、先ほどのたくさんのお話を聞いてて、自分と重なるところがたくさんあったんですけど、私も昔から、ちょっと創価学会に疑問を抱くことがたくさんあって、それで、平成12年か13年に、うちは、偽本尊に変わったんです。で、それはもう、母はもう学会にどっぷりで、幹部の言うことがもう全部正しいみたいな感じだったんで、もう二つ返事で、ああ、わかりましたとか言って、で、私はそれ知らなくて、協議会で初めて、さんとこいついつお取り替えですねって言われたんで、私はもうすごい大反対して、ちょっと新立芸家の本尊を変えないでくださいって言ったんですけど、間に合わず、もう日にちも決まったからっていう感じで、変わって、で、それまでも、もう今振り返ると、ちょうどもう本当に破門されたぐらいから、ちょっとずつ悪くなっていってたんですけど、それまでは、召集の時代にお寺に通って頂戴してた時期もあるので、やっぱりその功徳で守られてたんですけど、そういうのも、ね、ちょっとずつなくなって、それで平成12年か13年に偽本尊に変わって、もうそっからもっと転がり落ちるように、私もだからそれ変えた途端に、だから12年か13年に変わって、平成14年からもう今日に至るまで、ずっとパワハラで悩んでます。例えば、本当平成14年ですね、出勤前に職場の人たちにこうお題目を送って、今日も頑張ろうっていう感じで朝、勤行唱題して、こうみんなの健康とかも祈って、こう自分はもうこうすごいこう一生懸命題目あげたからっていう思いで行ったんですけど、もう出勤するなり、いきなり喧嘩腰で、こう理不尽な言いがかりとかつけられて、もうそこで大喧嘩になるなって、もう収拾つかなくなって、自分が辞めざるを得なくなるとか、こう自分が悪くてじゃなくて、こういきなり変な筋道の通らない言いがかりもバーってかけられるとか、そういうことの繰り返しで、平成14年からだから何年ですかね、もう、16年ぐらい、17年ぐらい、そういう感じで、だからもう自分はこういう運命なんだなっていう、ちょっと諦めみたいな感じに、一生涯こういう自分の宿命っていうのは付きまとうのかなみたいな感じではいました。すいません、ちょっと私話が下手なんで、全然まとまらないんですけど、そしたそられじで、ゃあ聞いてあげるよ。あんで、そういう流れで来てて、で、どういうところからこの本格的に学会に疑問を持ち出したかだよね。学会に疑問を持ち始めたのは、でも私、結構早いかもしれないです。でも女子行動に起こすまで、それまでは学会にこう疑問ずっと持ってくるじゃないですか。で、部。実際に僕に出会うっていうのは何かの行動、大きな行動を起こさなかったら来なかったわけだよね。
その辺の大きな転換というかな。だから、地区の中もずっとこういじめ、うん、常に誰かがターゲットにされて、うん、まあ、婦人部はですけど、うん、いじめられている、一人ちょっとなんかね、今、私、矢野純也さんの本とか読んで、こう池田先生の本性がちょっとずつ見えてきたので、うん、ああいう、あれにそっくりなおばさんがいるんですよ、地区に。ああいう。似てくる、師匠に似てくるわけですよね。で、ああいう感じの人がいるんで、うんうん、まあ、ターゲットを決めたらずっとこういじめ抜くみたいな、そうそう。そういう、だからみんなターゲットにされたくないったら、もうその人の顔色を伺って、うん、うん、っていうことを、それをこう幹部も見過ごしてるし、うん、で陰ですごい泣いてる人もいるんですけど、私結構そういうのすごい言うタイプなんですよ。で今度、まあ、こっちがターゲットになりますよね、うんうん、それでまあ座談会、まあ、私がターゲットにされて、そのおばさんからまあ、座談会ですごいこう私を、まあ、侮辱するような、うん、私の話をこう邪魔するんです、そのおばさんが。だから私がちょっと黙ってもらえますかとかって言っても、まあ、こうそれやめずにまずずっと言うから、もう幹部にちょっとこの人黙らせてくださいみたいに私が言って、こう下の幹部はこう私が座談会をめちゃくちゃにしたみたいなことになって、うんうん、それで、まあ、ちょっと他にもいろんなことが、他にもなんかこういじめとかあって、そういうのをこう私が咎めたりしたのを、なんかこう、なんていうかな、咎めたりし、こう、幹部とかに言うのをもう、なんかことを荒立てるみたいな風に思われてたみたいで、私がこうどうにか解決、この地区の問題を、だから私がその、地区婦人部長でもないのに、まあ、余計なことしなくていいっていう感じで来てたみたいで、それでまあ結局、まあ、いろんなそういう問題を起こすからもう出入り禁止みたいな感じで言われて、うん、で、そうそうそう、あ、そうですそうです、うん、あ、それでごめんなさいちょっと前後しますけど、そのおばさんが私の話を邪魔して私が黙ってくださいって言っても黙らなかった時に、私の子に向いて気違いって言ったんですよ、そのおばさんが。だからその発言も誰も咎めないし、ちょっとこの組織おかしいと思って、私が公明党を通して弁護士の無料相談に行ったんです。そういう私に対して侮辱的な発言がありましたって言って、でこういうのを法廷でどうにかできます、あ、まあ、私はこう謝罪をしてほしかっただけなんですけど、ただ単にまあ、謝罪だけを求めるというのは難しいとかどうとかこうとかって、まあ、弁護士、まあ、もちろんその学会員ですよ、相手も公明党のああいう相談のあれなんで、ただもうその情報が全て組織に、うん、だから来て、私がその法廷に引きずり出そうとしてるみたいな、うんうんうん、もう騒ぎになって、それでお、まあ、それがもう学会本部まで話が行ったみたいで、それで、まあ、私は出入り禁止、で、母は、まあ、こんな私を止めない母は活動自粛っていうことを学会本部の方がわざわざこんな田舎まで、ね、こうみんなの財務のお金を使って交通費をね、それで家に来られました。それが2016年ですね、はい。